ついにあるものを解禁する。うるうるしてるやん。え？すげえ怖くて。ブラーナイト。声小さいね。ちっちゃいね声が。ギリ俺らが聞こえるくらいで届いてるかどうか。届いてるか。怖いからこんな声になっているわけですよ。ついにあるものを解禁する。お解禁する。もう世に出すか出さないか迷ったぐらいやばい。ね、心霊動画を出す日なんです。ってことは俺らも心当たりがあるということですね。いや、皆さんあります。そう、そんなあったの。もう忘れているかもしれません。なんだ。まあそれは置いといて。でかい。俺なんなのいつも。それは置いといてよ。調査班ホラーナイトやっていきたいと思います。やっていきましょう。まず一つ目ですね。おい、もしも友達の友達が上での世界ランカーだったらっていうドッキリ。あこの動画なんですけれども、不可解な現象が起きているようです。何やつ。4分47で後ろの動画光っているという。何やつ。重い出た言い訳。いつもまず真ん中から前行けないんだよ。重い出た言い訳。いつもまず真ん中から前行けないんだ。え、本当だ。え、おお。え、てか赤くね。色ついてるよね。前行けないんだ。オレンジすぎん。あー、なに。え、なにこれ。なんか出てきて引っ込んだよね。いや、これなんか分かる方いたらもう教えてもらうしかないですよ。そうだね。我々霊感ないんで。続いての調査班ホラーナイト。じゃんけん負けたやつがディズニー5人分料金を全額自腹。おお、ディズニーでこんなホラーあるかなって。やめよう。でも今までついてきたのかなっていう、ショック受けたというか。マジ今までなかったもんね、ディズニーランド行ってそういうの。4分35秒ですよ。流れ星が流れてる。マジック。何それ。急なロマンチックな部分が。やっぱディズニーなんですよ。ディズニー。いやいや、すごい。え、見たい。調査班が流れ星を映すのに成功した。ちょっと待って。いきます。パレードが来るぞ。パレードが来る。なんと今日ガラガラすぎて10分前で再選でされました。ニューアーシニューアーシニューアーシ。ないんだと。あーすごい、夢を見せてくれた。ディズニーの力が勝った瞬間でしたよ。あーうわ、すごいわ。勝った。おもろすぎて、個人的に。コメントでこのね、調査班チェックしてる時にさ、4分35に流れ星キュンとさせる。声がするみたいな。ちょっと怖い感じのテイストに入ってきたよ。続いての動画は、都市伝説森のくまさんの怖すぎる原曲を聴いたら怪奇現象が起きた。森くま。9分2秒で大輝のスマホなんか映るっていう。え、スマホ。もう怖いって。全然なんかさね。もう怖いって。全然なんかさね。全然なんかさね。うわ、本当だ。ん？久しぶりに。やば。なんか撮影中にドン。でもなんかディズニーで上げて。え？怪奇現象起きてるやつだもんね。そうだね。だからおかしくて多分撮ってるんだよ。うんうんうん。その時にもう、こんにちは。うわ、開いた。びっくりした。やめろ。やっぱいった親指。これはすごいな。もういたっていう。見たら呪われる絵画ですね。結構怖いです。もう全部概要欄に貼ってあるので、ちょっと見てみたい方は見てみてください。4分18秒ですね。はい。仮面がやばい機種。なんだと。じゃあガチのが来るわけだ。おっしゃる通りです。やめよう。マジで？まだもうね。嫌です。今回メインで紹介していくこの絵画。じゃあガチのが来るわけだ。おっしゃる通りです。やめよう。マジで？まだもうね。嫌です。今回メインで紹介していくこの絵が。じゃあガチのが来るわけだ。おっしゃる通りです。やめよう。マジで？まだもうね。今回メインで紹介していくこの絵が。メインで紹介していくこの絵が。
ダメよ。マジで？まだおい、この後です。この後もっとやばいです。戻ってます。もうこれコメント欄でバーってみんな言ってて、でこれ現象がめっちゃ起きてて、いろいろコメントあるんだけど、一応俺がピックアップしたいのはもう1分45になんか声が入ってます。いつの話？最近は2010年だから、最近キンキンの話なわけよ。やばくない？なんと言ってもいい。あ、そうなんだよ。あー、分かった、言ってるわ、言ってる、うわーみたいな。何が怖いって、譜面戻って戻るし、また動きも向いてるし、さっきまでわざわざ正面向いてる。はい、ということで本日メインの動画に入っていきます。これですよ、気になってたの。皆さん、1年ほど前にですね、現象が結構頻発してて、なんかリアルにこの家やべんじゃねってなった時期あったじゃないですか。やばかった時期ね。で、その時に撮影後に恭平がちょっとカメラ回してって言って、今レイが見てるみたいな。あああ、分かった。恭平が霊感つける企画をやって、心霊企画の霊感を感じるようになって、今霊が睨んでるからちょっと助けてみたいな感じで回して、その後恭平がもう泣き出して、うん、ヤバすぎて僕らにした動画あったあったあった。そこだよ。そうもう泣いてたからすごい覚えてるわ。それこそもうその時もうこいついろんなやつがあったな、あの首絞められたり。そう部屋で。で、怖すぎて、なんか視聴者の人も結構心配されてたから、確かに。だからそれ、心配しすぎて、なんかもうよく見れないんじゃないかなと思って、出さなかったんですよ。うん、それ1年経って今落ち着いて、まあ、ある程度狂言もそういう首絞められるとかやばい現象がないので、顔とか映ったりしてますけど、体に害を及ぶことがなくなったので、もう出してみようかなと。おお、久しぶりにそちらの映像、皆さん見てみてください。来た、もう初公開。動画ない。ちょっとやばかったんだ。手に入れようと思いづらかったけどね。そう。いや、もう正義がさっき回っていって髪をした。ちょい前かな。そのクーラー、テレビの間。すげえ嫌な気配して。気配。気配で見たけど何もなかった、もちろん。うん。でも視線をこっちに移した瞬間、この端で映る。じゃあ、こうやってここでめちゃくちゃ黒いの見えた。うわ、あれや、うわ、俺が言ってたやつや。なんで俺が言わなかったっていうと、動画でもう完全に睨んだよ、この影が。俺を多分俺にバレてるってこと気づいてて、マジで絶対言うなって感じで。なんで？え、マジ無理だわ。何が起こった今？この辺こう、え、絶対言うなみたいな感じで睨んでて、ちょっとよく分かったんだけど。え、じゃあ恭平が気づいている。気づいてるから気づいてる。俺を睨んでた。ちょっと今言って大丈夫？大丈夫。今はそう、今気配感じないから、そう、今なって言おうと思ったんだけど、さっきは言えなかったよね。お前大丈夫？ちょっとすげえ怖かったけど、睨んでた。ガチで言えないって言えなかった。言えないことよかった。泣いてるよ、涙なんかやばい、うるうるしてるやん。え、すげえ怖くて。俺やばいかもしれない。大丈夫？やばいって。受け方だけ引っ張る。よし、いやもう生々しさがすごいんだよ。うわ、久々に。そうだ、あったね、こんな動画。まあじゃあ、あの時の状況を恭平さん説明してもらって。この前に撮影してたんだよね。そうですね。その時にもう異様に黒いのが覚えてて、俺は、クーラーの上がこの時結構見えてたんだけど、ずっと、もうその時はもう濃くて、黒さが。それでちょっと見れないでいて、チラって見たら目が合ってるような気がした。睨んでるって言ってたもんね。そう、言いたかったんだけど、その動画中に。はい、その黒い影が絶対に言うなみたいな言ってるみたいに聞こえた。こだから言えなくて、動画撮影終わって落ち着いてやっと言い出すようになったっていう。すごかったです。すごいよね。すごいよ。でもアンドカメ泣いてたもんね。やばい、やばいよ。でもこれ笑えないってなってやめたんだ。そうだね。でも見てても怖すぎてさ。怖すぎる。エンタメの枠から外れてるじゃん。外れまくる。なんかホラーってさ、怖いけどさ、あー怖いって言いながら見るもんじゃん。
怖いって言ったくなったから、ね、何ももう楽しさなかったから、霊に圧かけられたの、うん、そういうことでしょ、うん、そう、うん、ということで、1年ぶりの本邦初公開のお蔵入り動画解禁いたしました。ガチさがすごい。ガチさが、この1年間を経てね、もう我々の若い映像を見てるだけでどんだけガチだったか分かりやすい。いや、いかがでした？もう怖いでしょ。いや、怖い、怖い。今日結構やばかったな。うん、まあ、お内容盛りだくさんだったから、ね、盛りだくさんだったね、今日。はい、ということで、まだまだ調査ホラーナイトもね、はい、3、4ヶ月前のからずーっと調査が溜まっておりますので、ホラーナイトの頻度を増やしていきたいと思います。はい、皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。概要欄から今日の怖い動画を見てみてください。見て見て、超いいじゃない。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。ありがとうございます。バイビー。